皆さんこんにちは、レノンです。ということで、今回はですね、ブレイブリーデフォルト2のレアモンスター、こちらウィキウィキの、序盤の出現場所をご紹介したいなと思います。ということで、このウィキウィキどういったモンスターなのかという話なんですけれども、倒すと経験値が多いし、ジョブポイントも多いし、ジョブ経験値も多いし、そういったモンスターですね。ドラゴンクエストでいうメタルスライムのようなポジションのモンスターなんじゃないかなと思います。ということで、このモンスター、ドラゴンクエストのメタルスライム同様、出現率がまず低いので、レベ上げの効率がいいかどうかって言われれば、よくわかんないところなんですけれども、でもレベ上げの楽しみになるんじゃないかな、ということで皆さんにね、出現場所を、ご紹介できたらなと思います。それでは行きましょう。ということで、まずはこちら、砂漠のマップですね。僕第一章をクリアしたところなんですけど、その第一章の舞台であるこの砂漠のマップ、ここでもね、ウィキウィキが出ます。で、ちなみに僕が出現確認したのはこの何、アリのモンスターのシンボルエンカウントでウィキウィキに出会いましたね。他のモンスターでも出るんじゃないかな、多分。ごめん、俺が確認したのは、そのプレイ中に確認したのはこのアリンコのモンスター、これだね、このアリンコのモンスターで確認しました。で、もっとそのウィキウィキと遭遇した場所があるのよ。そちらもね、ご紹介いたします。ということで、よりウィキウィキと遭遇した場所が、こちらですね。この建物わかんないよっていう人は今すぐ動画を閉じてください。ということで、バーナードの屋敷ですね。ここのこの何、水路って言えばいいの、水路のところのモンスターだね。ここ人間いるじゃん、兵士、人間もいるんですけど、このモンスターのシンボルエンカウントで結構出会いましたね。多分5回ぐらい、このダンジョンを攻略する上で5回ぐらいウィキウィキに出会ったかな。で、2、3回倒したんですけど、人間でも出るんだろうけど、僕は5回とも全部モンスター、このモンスターとモンスターを切りつけたシンボルエンカウントで、ウィキウィキと遭遇しましたね。ということで、バーナードの屋敷は、水路だけじゃないじゃないですか。このね、お屋敷の中に人間の敵もたくさんいるんですけど、ここの敵でね、ウィキウィキに俺会ったことがないのよ。そう、なので、ここの人間と戦ってもウィキウィキ出ましたよっていう方がいれば、ぜひコメントで教えていただければなと思います。それではね、実際にウィキウィキを探して倒してみたいなと思います。後期です。あー、出たすげー不意打ち出ましたね。ちなみにこのモンスターですね、ドラゴンクエストのメタルスライム同様、めっちゃ逃げたりとか、めちゃくちゃ避けたりとか、そして硬いです、このモンスター。なので、しっかりとね、ブレイブして、バチバチに殴りましょう。あー、逃げちゃったチクショ逃げちゃった。ということで、いかがだったでしょうか。この辺をね、今5、6分ぐらいうろちょろして1体出てきたんで、出現率がめちゃめちゃ低いってわけじゃなさそうっすね。でも、今みたいに逃げられちゃうんで、本当にね、経験値効率、レベ上げの効率がめっちゃいいかって言われたら多分良くない。そう。でも、一つ、戦いの楽しみ、レベル上げの楽しみとして、ウィキウィキを狙ってみるのはどうでしょうかっていう感じですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。そうでさ、俺さ、ウィキウィキのさ、ちゃんといい倒し方俺わかんないのよ。そう、なので、ぜひそれを知ってる方がいたらね、コメントで教えていただければなと思います。ということで、良きブレイブリーデフォルト2ライフを。お疲れ様でした。